はい、なさん、こんにちは。はい、ということでですね、本日は、えー、ロードトゥ UFC が、えー、あります、えー。うちの道場から、鶴谷麗、そして、えー、神田荒也の二人が、えー、出場します。これは準決勝ですね。勝てば、決勝進出ということで、UFC への契約がぐんと近づく大事な試合になりますので、 ぜひ皆さん応援していただければ嬉しいかなと、そういうふうに思います、鶴瓶麗の相手は、えーまあ、オールラウンダーですね、背が低いんですけども、<え>何でもできるというか、ただ、こうこれがめちゃくちゃ強いっていう技がない選手ですが、まあ、判定でも勝ちきれる、えー、選手という感じです、た多分麗が1ラウンド、2ラウンドのうちに圧倒して一本勝ちするんじゃないかなと。 えー、私は期待しております。そして、神田荒野の相手はですね、えー、中国の選手なんですけども、韓国かな、えー、めちゃくちゃ打撃の強い選手、一発の強い選手ですので、かなり侮れない試合になって、あの緊張感のある試合になると思うんですけども、荒、え、野、ー、もめちゃくちゃ強くなってますので、えー、勝利してくれると私は信じております。えー、この二人の応援、ぜひ皆様、 ししくお願い,いたしますそして他にも日本人選手、えー、上久保選手とか原口選手ですかとか出ますので、えー、そちらの方もみんなで応援していきましょう。はい私はここにヘルペスができましてちょっとねあの疲れが溜まってきてるなというかん感じなんですけども頑張っていきたいなと思っております。ははいいでは皆様本日も頑張っていきましょう